カバイヨンは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏、牧竜図圏のコミューン。デュランス川谷に位置し、谷を見下ろすサンジャックの丘の上にある。東は、リュベロン山地、南西は、アルピーユ山地に面する。デュランス川とカラボン川に挟まれており、コミューン内を、サンジュリアン運河が通る。カラボン川長い間、 高校の危険なデュランス川に架かる橋はシストロンにしか、なく、カバイオンには、渡し場があり船が往来していた。古くから知られる渡し船は18世紀のカッシーニ地図に示されている。1943年に渡し船は廃止された。1830年、デュランス川に、吊り橋が架けられた。アビニョンから24キロメートル離れている。A7 が通っており、 中心部には、フランス国鉄の駅がある。カバイオンに人が定住した最古の記録は、戦士時代に遡る。カバイオンの名は、サンジャックの丘の上に暮らし、ガリアと同盟関係にあった、カウアレス族にちなむ。コミューンの北にある採石場からは、井戸、貯蔵庫、墓穴が見つかった。ローマ時代のカバイオンの名は、カベリオン、または、パグスカウエリクスであった。町は、 ドミティア街道沿いの宿場となっており、発展していった。カバイオンは4世紀より、司教座が置かれていた。その後は、アルル王国の一部、そしてプロバンス公爵領となった。13世紀に、コミューンの名は、カバロと記されていた。領地としてのカバイオンはカバイオン司教、カバイオン司教カバイオン司爵、そしてローマ教皇庁との間で分割されていた。12世紀、 トゥールーズハクレーモン4世が、プロヴァンス公爵となると、カバイオンはレーモン4世と共に、アルビジョア十字軍に巻き込まれることとなり、13世紀のカバイオンは、強行領となった。強行領がフランスに併合される、フランス革命以前、カバイオンは、カリエールと呼ばれる、ユダヤ人地区を持つ4都市の一つだった。1887年11月14日、 強い地震がコミューンを襲った。カバイオンの土壌は肥沃で灌漑によって水が供給されている。メロン、リンゴ、梨、サクランボが栽培されている。リュベロン山地周辺のコミューン同様、観光業が盛んである。カバイオンは多くの映画の撮影地となっている。ありがとうございます。